こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は花本、リズムトレーニング教室第2弾ということですね。今日8分音符を練習していきます。8分音符っていうのは足で4分音符を刻んでいるにもかかわらず手がその倍になります。例えばこれバスドラでやると、これスニアでやると、というふうに練習してください。ハイハットまで今日は練習しましょう。こういうことですね。これ足がこうついていっちゃう、こう絶対出てくるんで、こう1 and 2 and 1 and 2 and 3 and 4 and 足は右足でもいいんだけど、1 and 2 and 数字のとこだけが足で、手はエンドの部分を叩きます。1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and、 はい、ということでですね、そうすると8ビートのパターンをこれだったのを、ドンタドドタドンタドドタにしたいです。ドンタドドタドンタドドタ、全部右手でいけるんで、でこの前と前回と一緒でシンバルのとこは左手を使います。ドンタドンドンタドンタドンドンタドンパートントンパートンパートントンで、クラッシュね。ね。で、クラッシュする前にフィルインっていうのを入れます。トンタートットタトンタパッパッパッパトンパートントンパタッタッタッタっていう風に、このフィルインを入れましょう。譜面にすると、こういう風になってるんですけど、4小節目のところの、ドンタ、ドンドンタの、ドンドンタの仮に、タッタッタッタを入れます。いいですか？やってみますね。ドンパードットパードンパードットパードンパードットパードンパータッタッタッタドンパードットパードンパードットパードンパードットパードンパータッカッカッカで終わります。これは前回と同じ曲で、やってみたいと思います。ワン、ツー、ワン、ツー、クラッシュからね。といった具合にですね、さ、前回やったよりも曲がちょっと膨らんだかなと思うんですけど、こうやって音を足していくように、リズムの骨格は全部四分音符です。こうね。でもこれは、ってやると、リズムが倍で動くから、ちょっとなんかグッっていう感じが出るでしょ。このリズムパターンすごくよく使えます。8ビートはほとんどこの曲、このリズムでもいけると思います。両手で今みたいに割ってもらっても全然構わないですが、四分音符と八分音符が使えるっていうことが今回のポイントになります。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和之チャンネルでした。